大尺橋のオス橋上流方向より、鬼のからもん大社橋上流部エリアの空中写真国土交通省国土画像情報をもとに、作成地図有橋は、広島県小原市東上町の大尺橋にある天然橋、日和道後大尺国定公園の一角を担う継承地で、1987年5月12日に国の天然記念物に指定された。ここでは、 オス橋の下流にあるメス橋についても解説する。広島県北東部の大尺川中下流域に広がるカルスト地形で大尺川の侵食作用によって形成された石灰石の天然橋。もともとは小乳道であったものが指定側の侵食の進行によって同門が大きくなったことで天井部分が落盤し一部分だけが橋状に残されたと考えられている。 したがって、オス橋の強章部分が、かつての大石川の川底であったところだと、考えられている。大地の侵食が始まり橋が形成された時期は、資料によってまちまちであるが、最近では、第4期の終わり、数十万年前以降とされている。長さ90メートル、幅19メートル、高さ40メートルの日本最大規模であり、下を流れる大石川の水面からは、 橋の裏側まで18メートルの高さがある。チェコ共和国のプレビッシュとアー、アメリカ合衆国バージニア州ロックブリッジ軍のナチュラルブリッジと共に世界三大天然橋とされている。文政8年の迎藩通詞にもオスバシが新橋として紹介されている。また、地域住民にとってオスバシは長く信仰の対象でもあった。橋の上は過去に実際に見渡り地区と 小山地区の生活道として使用されていたことが、依残する古地図や石像から判明しており、馬や馬車も通行していた。周辺の道路整備によっておすばしの上の道は、使われなくなり、獣道となった。橋の上には、縁歴層も見つかっており、かつて大尺川が、現在の30から35メートル上の位置を流れて、いたとされる。付近に、鬼の空門という同様の形成工程の、 天然鏡が存在し、下を歩いてくぐることができる。鬼の空門の上側には、鬼の窓と呼ばれる、小乳道跡を望むことができ、共に大尺側の支流によって形成されたと考えられている。少し下流には、メス橋と呼ばれる、天然鏡がある。遊興よりも小型であるが、オス橋とメス橋を題材にして2匹の鬼が橋を作ったとされる、伝承民話も伝えられている。 1924年に下流に大石川ダムが建設されると大石川の水位が上昇し、小石などの堆積が進行した。以前は、メス橋も下を船で通過できるほどの高さがあったが、貯水池である新流湖の満水時には、アーチ部分が水没するようになった。1996年10月、メス橋の手前の遊歩道で、石灰岩の路頭の崩落が多発したために、 通行止めとなった。これにより、徒歩では観光することができなくなったが、付近には、そうめんだき、病部岩などの観光名所も多いために、町議員と付近住民らは遊歩道の復旧を願い、署名活動を行って、広島県に働きかけを行ったが、山岳部を経由する危険箇所の迂回路が作られたのみに、止まっている。従来ルートの本格的な復旧には12億円が、 必要とされ、広島県自然環境下では予算調達困難としている。そのため1996年以降は滑水期限定で火薬または観光船でしかメス橋を見ることはできない。ありがとうございます。